なああんた、この漢字読めるかい？任天堂 DS 用漢字アクション、漢字の渡り鳥。2006年、サクセスが送る漢字アクション、これが漢字の渡り鳥。主人公はこの男、さすらいのヒーロー漢字ガイ。さらわれたヒロインさくらを救うため、秘密団 K に完全と立ち向かう無国籍アクション映画を思わせる、今までにないアクションゲームの登場だ。秘密団 K との戦いは漢字の読み書きアクション。来たな、戦闘員め、この漢字を読んでみろってか。読み仮名を書いて攻撃をタッチ。よし、戦闘員を蹴散らせ。お、戦闘の合間には敵のトラックが突っ込んでくるぞ。急げ、正しい方をタッチするんだ。危なかったぜ。やつら、罪のない人々まで、善良な市民を守るんだ。同じ読み方をする漢字を選び出せ。他のやつらは偽物だ。ついにボスが現れやがった。こいつとの対決は画数連打チキンレースだ。今だ、画数分画面をタッチ。早すぎても遅すぎてもダメ、タイミングが重要だ。君の度胸が試されるぜ。今度はそうきたか。だが俺にはお見通しだぜ。間違った熟語をズバーッと切り裂け。この他にも超個性豊かなキャラクターと多種多彩な漢字アクションがまだまだ待ち構えてるぜ。2006年、サクセスが送る漢字アクションゲーム、漢字の渡り鳥、こうご期待。英語の次は漢字覚えろよ。